したらいけないんだって言ったら、もっと言ってよ。100歳の展開。パスを味方につなぐんだよね。そのためには周りの人たちがどうするんですか。動く。ということは、ボールを結局、敵に渡せない、奪われないようにするというのはどういう動きをしたらいいですか。こっち、こっちがこっちがした方、こっちは何をするの。シュートを狙うために、打つために、ファーストタッチとして、まず、空いてるならどんどん狙ってコントロールして、突破をどんどんしていきなさいってこっちは言うの。じゃあ、それをこのゲームの中でどんどん使っていただいて、7人、8人チームだと、これはもう、ボールをパス回すとか突破するってできないので、9分の試合を3本やります。その中で、5人ずつ出してください。5人ずつ。で、9分の中で途中で交代してもいいです。で、5人の中で、キーパーなし。キーパーなしで5分。突破すること、ボールを回す、ポゼッションって言うんだけど、ポゼッションしていくこと、そういうことを5人の中で、この広いスペースでできるかどうか。OK。時間1分を上げるので、最初の試合、最初誰5人出るか、次の試合どうするか、途中交代するか、ちょっと考えてみて。3試合があるからね。白と紫、こっち、白と紫、こっち、こっち、こっち、反対、反対、白、白。